シャフトのシナリオを感じる方法、今回はワンスピード、このエリートグリップのワンスピードという道具を使って説明いたします。実際のシャフト、ゴルフクラブっていうのは硬いものなのでなかなかしなる、感覚がない。このようにクォータースイングをしてもなかなかしなりを感じられない。ただやはりどんな硬いものでもですね、しっかりとしなりを感じてスイングしていると、それをこう2つ2本持ってですね、同調させて打つ練習、これが重要ね。こうですね、うまく同調させる、そうですね、このしなる切り返しのところにしなりを感じる、これがとても重要になってきます。このバックスイング、こことその後にもう1回2回しなる感覚、これが重要になってきます。この2回しなる感じでテイクバック切り返しと2回しなる、そうすることによってゴルフスイングのタイミングというものを使います。スイングはやはりメカニカルなことだけではなく、道具を使うスポーツなので、道具のしなり、実際の道具を使って、実際のこのぐらい硬いシャフトでもグリップを柔らかく握ることによってテイクバック側とこの切り返し側、ここの2回しなる感覚を理解してください。こことここ2回、こことここ2回、シャフトのしなりを感じればそれを、パワーにつなげることができるので、飛距離アップのにかなり、貢献できます。皆さん、よく練習してみてください。原田ゴルフ動画レッスンチャンネル、次回見逃さないためにもチャンネル登録よろしくお願いいたします。